もういいよ、どこも車が降りない。うん、ね。4時半に着く。うん。ちょうどいいじゃない。いいな、これで着いてさ、うん、ちょっと飯食ってさ。そうそう。一杯飲んで飯食って、うん、ゆっくりしてる宿でゆっくり休んで。うん。で、夜雨が止んでたら、うん、街中をちょっと見て。うん、そうね。右行かないで、そう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 、うん、まっすぐ行ったら、もう自然と、そうだな、ぐるっと回る、うん、ちょっとあれだ、息子だね、きっとね、今の。足りないかなって感じの。そうか、うん、でお母さんがいなくなっちゃったらどうしていいか分かんない息子って感じ。だけの場所も必要だな、うん、他人に取られちゃう、うん、そういう方といってのはいるだろうな。いるよ、きっと。で戻ってんじゃない、これ。そう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 。ちょっとやな、こういうとこ信号無視してください。やだよ、怖い。いやいや、だからさ、一応そういうものを確認しながら。なんとか大地、こういう石が出てるの。カルスト。どこ思い出したの？うん、いやスペルはね、KARSA なのね。まとめてたの。うん、カースト、カーストっていう多分英語の名称、こういう名詞だと思うんだけどさ、カースト、ああいう石がデコボコしてるような感じの地形のことをカーストっていうんだと思うんだけど、それを日本語に直すとカルストっていうふうに訳したんじゃない、カタカナで。そうだなと思ったの、うん、あのスペル見た時、うん、カーストじゃないわけ、カールースト、カルスト、カーって残さないでルー入れたね、うん、そう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 なんかあんだろうな、多分日本だよ、カーストって言っちゃうと、うん、ね、車でストライク起こしちゃうから、うん、いやいや、例えばさ、そういうイメージの方が強くなっちゃうというか、うん、あのね、カースト制って言ってインドの階級は カースト制って言うんだよ。だから多分それと重なるから、うん、カルって、そうか、なんかあるんだろうな、きっとな、したんだと思う。だってさ、学校でカースト制って習うのよ、インドの階級のね、うん、あのインド社会のには階級があって、うんうん、カースト性がある、それをカースト性っていう、言うっていう、なんていうの、うん、テストにも出るくらい。あ、そっか、それじゃまずいよな、うん、そうでも英語ではカーストってなっちゃった、うんそれもちょっとそう。でもそのインドのカースト性とここの地形のカーストっていうのは違うスペルだと思う、うん、
あスペルわかんない、うん、インドの方のはどういうスペルかわかんない。でもカタカナでカーストっていう、うん、でそれここもカーストってしちゃうと、うん、インドと同じじゃんとかって。これエレベーターに来ちゃった。エレベーター、うん、展望台もちょっと行ってみようか。うん、ね、いいよ。だってそうでしょこれ。そうで駐車場がダメならパーキングは U ターンして別にない、ただ見てくるだけ写真、うん、これビデオ撮りたいだけ。うん、分かった。およそ500m U ターンしろって。ああなるほど ね、 ね、これちょっと走ったかったね。ああなるほどね、ここね、うん、そう、あこういう、こういう感じの車で、うんうん、そういったことですよね。じゃあおよそ30まさにここだ、右方向です。あそこ行ったねって感じ。うん、これ右か違うか、うん、なんかね U ターンできるらしいよ。ここでもこれじゃないな、先でほらこれ出てくるんだろうけど。あそうだ、こいつだ、これそこなんだ、うん、ここがバス停。まもなく右方向です。その先 300m で左方向です。あ無料だ、ここ。この先行ったらどうなっちゃう。あ、展望台か、うん、あこれじゃないや、はい、ね、これ、あれこれは無料なんだ、展望台。行ってみようか、うん、行ってみよう。ただこれだけのことだ、撮ったもんね、ここ、うん、そうそう、ここは無料なんだね。ね。花ばちゃん。これ上行けんだろ。うん。ここまで。あそこまで行けんじゃんか、うん。ただ展望台から何も見えないだろうけど。うん。あ、ここはあれだ。あれじゃわかんない。車椅子。うん、車椅子っていうか。新商社の駐車場ね。そうですね。これどこ止めんだ。U ターンするだけでしょ。止めないでしょ。止めない。うん、違うの、これ真っ左ってところがさ、バイクじゃない。およそ200m先、左方向です。いい。よ。うん。そこだもんな、展望台っていうのはな、うん、そこから溝があるか行かれないのか。行けない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 。じゃあどうやって行くんだろう、さっきのエレベーターとか。下。下のエレベーター。どうに通れない。だからここを行って、行けんのかな。左行くとエレベーターがあった駐車場、うん、私たちが大きな山口県の、うん、あの地図見たじゃん、うん、あの辺に出ると思うよ、うん、ほらエレベーター口、あそこか、うん、そこそこか、これはこれでいいんだよな、うん、あこれ一歩通過、さっきの出口に出る、出て出るな、バス停のバスターミナルの、うん、もう駐車場なんだろうな、そうな、いやなんか知る、知ってるね、知ってる人はこっちまで来ちゃうんだろうね、400円払わないで、そういうことか、うん、そうか、降りちゃったらよかったな、うん、まあ知らなかったからね、まもなく左方向で、どっから降りてって上がってくれよ、そうそうそう、でも今日できついかな、まあいいや、もう結果だから、さっきの結構のスピードに行ったもんな、うん、あベラーノとかってやつね、ベラーノ、
化学発生およそ300メートル先、左方向です。こういう感じ、うん、ね。いいね、いいじゃん。うん、なんかね、押しや、鬼押し出しみたいな感じ。まあまあな。お城があるとかなんとかって言ってたの。ああ、そう？言ってたじゃん、なんか。ああ、そこかな。え、うん、そっか。こっちもっと違うよ。あれは木だと思うんだよ、私もね。私的には。何？木だと思うんだよ。お城だよ。白がないと、うん、右に、それとまた行く？どこへ？左行って、ぐるっと回って出てくる？一周、一周できるよ。ただ我々は、うん、範囲は一緒。うん、じゃあいいよ、こっち行っても行けんじゃないの？この範囲で30でいいよ、うんうん。長門だから長門か。長門。あ、こっちは海の方行くんだ。そっか。じゃあ遠回りになっちゃうかな。でもいいね。長門行ってみよう。いいよいいよ。うん、長門南京って書いてあった。三、え、いや、萩より近いはずだよ。そうだよ、うん、なん、萩は39って書いてあったけど、長門は22？うん、すごい。おお。ああ、全部すごい、ほら。ちょっとそこ止める。これまさに志賀高原だよ、これ。大事だよ、ちょっと止めちゃえ。うん。ねえ。覚えてる？なんかあの YouTube でさ、バイクの。ああ、覚えてる覚えてる。なんか志賀高原のなんとかロードを走って、すごいねって言ってて。そうだ、こういう感じだな。こういう感じだったよ。ああ。いや、でも綺麗、綺麗だね。人が入ってないのに何て、あれじゃない。そうね。鉄、うん、鉄、有刺鉄線。有刺鉄線だ、うん。すごい、本当でも入っちゃってるね。あそこ、破けてる。東ベルリンと西ベルリンが分かれてる時にこんないっぱい有刺鉄線が張られてて、みんな命がけで、東ベルリンの人たちが命がけでさ、有刺鉄線さ通り越してったんだよ。西の人が、東の人がな、うん、西の方がね、韓国と北朝鮮みたいなもん。そうそうそう、同じ国同士でなね、分かるようになっちゃうと、ね、申請してもらえればねえ、うん、それが今は北朝鮮との憎しみ、まあ国民同士は憎しみはないだろうけど、うん、